ゴン＆マリカのこれってあり？イエーイ、始まりました。ハタゴン＆マリカのこれってあり？略してこれありのコーナーです、うん。このコーナーでは身の回りのいろんなことに対してそれがありなのかなしなのかを私たちが二人でジャッジしていきます。はい、自分にとっては当たり前の習慣とか料理に対する調味料のチョイスとか、うん、スマホの待ち受け画面で押し変してもいいのかとか、うん、とにかく幅広く自由な発想で楽しくジャッジしていきたいと思います。それでは早速リスナーの皆様から届いてるメッセージを紹介していきます。お願いします。香川県、お、同じだ、坂出市出身のラジオネームプラチナさんからです。はたごまりかちゃん、こんにちは。こんにちは。初めてメールを送ります。ありがとうございます。普段もおしゃれなお二人にファッションに関するこれありを聞きたくて送ってみました。私にはお気に入りのスカートがあります。チェック柄でタイトなスカートなのですが、冬物で生地が厚めです。生地が厚いけどお気に入りすぎて時々夏も履いています。おうおう。2人は少し季節感のない服装ってどう思いますか？お気に入りの冬物のスカートを夏にも着る、これってありですか？なしですか？なるほど。そうです。もう私決まってます。私も決まってる。いくよ、はい、せーの、ありだよ ね、 よね。全然あり、むしろ自分がそうしてるから、うん。ちなみに今日私今着てるさ、はい、スカート、あ、今着てるスカートさ、夏物です。え、そうなの？そう、ちょっとなんか透けてるやつ。あら、透け透けだ。ちょっと透けてるスカート履いてるんですけど、はい、全然夏物履いてる。今冬なのに。全く気づかなかった。え、だよね。だから全然ね、自分がもし良ければ、うん、冬物でも夏物でもね。そう、でもいい、まあ、言う人は言うよね。あれ、これ冬物じゃないとか。あれ、これ、あれ、暑くないとかね、うん、言う人もいるけど。でも私、でも冬に普通に半袖とか着れちゃう人。着てる。着てるよね。全然平気だと思う。もし、なしだったら、うん、夏に着るのをやめますって書いてる。そんな、プラチナさん、全然着ていいと思いますよ。全然、しかもお気に入りだしね。着てください。自分のこだわりを、うん、追求しましょう、はい。ラジオネーム、ゴリ夢中さんからです。香川県高松市にお住まい。香川県、ありがとう、ね。高田さん、たちさん、どうもです。どうも。聞いてください、うん。最初に言っておきます。我が家は仲良しです。我が家ではご飯は僕が作ることが多いんですが、うん、先日妻がご飯を作った時のことです、うん。葉物野菜は後入れの方がいいよと声をかけたところ、うん、そうやっていちいち言われると作る気がなくなると言われてしまいました。普段から料理をする身としてアドバイスのつもりだったんですが、うん、妻はいい気分がしなかったようです、はいはいはい。お二人は仮に料理をしている時に旦那さんや彼氏さんからアドバイスをされるのはあれでしょうか、なしでしょうか。うわ、難しい。うわ、これね、難しいな。うわ、難しい。そう、仮に、仮にね、なんか言われるとしたらか。よっしゃ、決めました。はい、いきますよ、せーの、あり。お、分かりました。なしなの？分かれた、分かれた。なんで？なし、なんかね、まあこっちは作ってる側だから、はい、なんかまあ言われ方にもよるけどさ、うん、なんか、あれ、これ違うよとか、うん、まあいるのよ。例えばなんか作ってて、で、まあ、ほうれん草を下茹でせずに炒めちゃったとか、でもほうれん草は下茹でが必要だよみたいな。いや、分かってるけど、分かってるけど時短のためにほうれん草は下茹でせずに炒めてるんだよみたいな、そういうなんかね、分かってるけど言われるとちょっとうってきちゃうかもしれない。それってさ、料理できる人からするとそうなっちゃうよね。料理する人からすると、だから分かるかも、気持ちが。すごくすごく分かりそう、うん、めっちゃ分かる。でもほんと旦那さんにとっては何気ない一言なのよ。あー、はいはい、はい、もう悪いとこも思ってない、うん、ただこうした方がいいんじゃないみたいな、ね、分かってるよって感じだよね、奥さんからすると。ね、はいはいはい、毎日作ってるんだからって、はい、なるほどね。でも私からしたらやっぱり料理あまり作らないから、うん、やっぱそのアドバイスが逆に欲しいというか、うん、むしろそのアドバイスを聞いて調味料を足したりとかしたい派。はいはいはい。これはもうあれだね、料理をする人としない人では分かれそうな確かに意見ですけど、仲良くしてほしい。ねえ、ね、でも仲良しですからこの方たちは、うん、で料理を作る時だけって感じか。そう、高畑とかね、よく料理作るから分かるんじゃないでしょうか。分かる分かる。まあでもね、アドバイスなかったらなかったらちょっと寂しいかもね。あれ、いつもアドバイスしてくるのに、ね、急に言ってこなかったら、あれ、あれどうしたのかな。で、逆に聞きに行っちゃうかもね。そう、アドバイスありません、アドバイスありません、何入れればいいとか。いやでもね、二人でね、なんか仲良く料理して美味しいもの食べてほしいですけどね。
作っても欲しいなとは思いますね、うん、確かに、ね、男性料理作れるのいいですね。最近増えてます料理系男子か増えてるらしい、素敵だと思う、うん、みんな料理頑張ってください、頑張ってください。はい、じゃあ続いていきます、はい、次は京都府にお住まいのラジオネーム緑のペンダントさんからです。谷さん、高畑さん、ジョナジのスタッフさん、皆さんこんばんは。こんばんは。さて、2月にはバレンタインがありますね。ありましたねか、もうこれはありましたか、ね、私事ですが、昔バレンタインの日に好きな人にチョコレートを送ったことがあるのですが、そのことを知り合いに話すと必ずびっくりされます。やっぱりバレンタインの日に男性から女性にチョコを送るのは不思議なことなのでしょうか。そこで2人に聞きたいです。バレンタインの日に男性から女性にチョコレートを送るのはあり？なし？ちなみにバレンタイン系のねメッセージたくさん来てました。そうだよ ね、 もう時期がそうだもんね。ありがとう、いっぱい。バレンタインで終わったのか。そう、終わったんですよ、男性から女性にチョコを送るのはあり？なし？いきますか。ん、難しい。むずい、どうしよう。オッケー、いきますよ、はい、せーの、なし。別れたよ。なるほど、はい、私高畑はあり、はい、あり。てかむしろなんか年々多くなってきてそう、まあ、男性から女性って、ね、多いと思うんですが、うん、ホワイトデーというものがやっぱあるから。ホワイトデーのこと忘れてた。ホワイトデーじゃあどうするのって話だよね。そう、ホワイトデーだから逆に女性からもらうのかな、うん、あーそういうシステムどうなんですかね。お返し的な。あーでもどうなんだろう、恋人とかカップルだったら、うん、バレンタインにはいとか渡すのありなのかな。あのでも好きな人にチョコレートを送ったんですよね、この方は。男性が、あら、ロマンティック。いや全然私はねいいと思うし、ホワイトデーはホワイトデーで、ね、女性からじゃあまたお返しに送るいいと思うけどな。いやでもどうなんだろ う、 うん、女性のイメージがない、やっぱバレンタインデーその2月14日は女性が渡すみたいな。しかなんか憧れというかそういうのはあるけどね。そう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 、女の子が渡してホワイトデーに男の子から。でもどうなんだろう、令和って増えてんのかな、そういうやっぱ男の子が送るみたいな。え、全然ありますよね。どうですか、ジョナリスタッフさんは男性からありですかね、ホワイバレンタインにチョコを渡すのは。みんな首をかしげてる。やっぱあれだわ、バレンタインデーにやっぱもらいたいんだわ、うん、女性から、うん、私が逆の立場だったら絶対もらいたいと思うから、うん、渡すってことは本当に好きなんだと思います。でもそれはわかる、愛が伝わる、うん、いいと思います。あ、私のこと好きなんだって思うよね。そうそうそう、それは思うかも。めっちゃいいやん。いいと思います、素敵だと思います、はい、頑張ってください。それそれですね結果はね、はい、はい、たくさんのねこれありのメッセージありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆様からのメッセージを大募集しています。これってありなのかなしなのか気になるというそこのあなた、 FM 香川ホームページまたはパーク KSB アプリの投稿フォームからジョンラジこれあり宛てにぜひメッセージを送ってください。どんなメッセージが届くのか楽しみにしてます。それではここで曲お届けしましょう。群馬県にお住まいのラジオネーム群馬のパパさんからです。はい、畑子まりかちゃん、スタッフの皆さんこんばんは。こんにちは。早いものでもう2月、そうですね、もう2月終わっちゃいますけども、2月といえばこの曲でしょう。ちょっとね時期は過ぎちゃったんですけども聞いてください。 SK48 でチョコの奴隷。